で私はイタリアで、まあ、もっぱらこの1年をずっと過ごしたんですけれども、イタリアは、夏はちょっと劇場空いてたんですけど、今は本当に劇場がみんな閉まっていて、お客さんを入れての公演が全くできない状況なんですよ。そういう中でやっぱり今日オペラ公演は本当に1年ぶりにお客様を前にして歌うことができたということで、もう本当にちょっとなんだろう、なんかすごくカーテンコールは本当になんかこう感極まるようなところが個人的にはすごいありました。もう本当に皆さん温かくって、こんな大変な時に公演を、私たちの公演を見に来てくださって、音楽だとか芸術文化を応援してくださって、本当にありがたいと思っています。本当にありがとうございます。Sì, sì, è una bella coincidenza perché l'ultimo spettacolo che io ho fatto con il pubblico prima della pandemia è stato a Toronto, Canadian Opera Company, il 7 febbraio 2020 e oggi è 7 febbraio 2021, quindi è un anno esatto che io festeggio, come dire, il ritorno alle scene qui a Tokyo lo stesso giorno. Fanny. 本当にこの状況下の中でこうオペラを演奏できているというのが本当に奇跡のようにしか自分には感じていなくて、でしかもその中でこの新国立劇場で、ヘレナと、ラ・コンテスタという役を、歌わせていただけたということに、本当に言葉にならない、何とも言えないこう不思議な、もう自分の中ではもう今奇跡だと思っているんですけれども、無事に今日も上演を迎えることができたことに本当に心から感謝をして、まさに言葉にできないという感動にも近い感情を今、感情が今自分の心の中を満たしているなというのが一番正直な言葉かなというふうに感じています。 Well, it was quite challenging to switch from such a different repertoires.So, but I'm very happy. I'm very happy about it's very healthy for the voice to, after Puccini, which is a strong role, to have to sing lighter, like Mozart. And it's wonderful, really a balm from, for the voices.コロナということでやっぱりおしゃべりをあまりしないようにとか、もちろん稽古中はずっとマスクをして、みんなもうコーチトレーニングのようだねというふうに言って、もうははは言いながらやって、結構環境的には厳しかったかなというふうに思いますが、結果やっぱりそういう大変だねっていうことを共有できたので、そういった意味ですごく結束、おしゃべりとかは本当にしてないんですけど、なんかこうちょっと目と目で通じ合うというか、そうだねっていう感じで、みんなで仲良くとやらせていただいております。本日はコロナの中という状況においてご来場いただきましてありがとうございました。私たち精一杯皆様に喜んでいただけるように頑張っておりますので、ぜひ皆さん劇場にいらしてご覧ください。よろしくお願いいたします。